推しの子、メムチョの正体徹底解説、まだ隠されている本名とは？この動画では、推しの子に登場するキャラクター、メムチョについて紹介していきます。推しの子のネタバレを含む可能性がありますので、注意してください。反応、コメントしてもらえたら励みになりますので、応援よろしくお願いします。実は初期から登場しているキャラクターなのに、本名が明かされていない唯一のキャラクターでもあります。その謎についても考察していきます。プロフィール。メムチョは、赤坂赤さんが手掛ける漫画、推しの子に登場する自称高校3年生の YouTuber であり、インフルエンサーでもあります。彼女の本名は不明で、芸名としてメムチョを使用しています。声優は大久保留美さんが担当しています。まずは彼女のプロフィールから見ていきましょう。本名、不明。職業、YouTuber、インフルエンサー。アイドル。年齢25歳。声優大久保留美。メムチョはアクアが参加した恋愛リアリティショー「今からガチ恋始めます」の出演者の一人です。彼女は自称女子高生の YouTuber でありインフルエンサーとしても活動しています。しかし実際の年齢は25歳であり、彼女の外見は幼く見えるため年齢詐称をしていることが明らかになりました。彼女はかつて星野愛の大ファンであり、自身もアイドルになることを夢見ていましたが、家庭の事情からその夢を一時諦めていました。しかし、後にアクアとルビーの後押しもあり、新生アイドルグループ、ビーコマチに加入することになりました。メムチョの初登場感を考察する。推しの子におけるメムチョの初登場感について考察してみましょう。メムチョは、推しの子の二重話で初登場しました。彼女は金髪のショートヘアと刃、悪魔を模したカチューシャが特徴的なキャラクターです。作者の赤坂赤さんによれば、メムチョは非常に扱いやすいキャラクターであり、デフォルメ化される回数も多いです。彼女は人気 YouTuber であり、インフルエンサーとしての活動も行っています。YouTube の登録者数は37万人、TikTok のフォロワー数は638K と非常に人気があります。メムチョの遍歴。メムチョはかつて星野愛のファンであり、アイドルになることが夢だったという経緯を持っています。しかし、高校時代に母親が倒れたため、家計を支えるために仕事をしなければならなくなり、アイドル活動を一時的に諦めることになりました。その時点で彼女は23歳であり、アイドルの募集資格としてはギリギリの年齢でした。しかし、母親からの応援を受けて再びアイドルを目指すことになり、TikTok や YouTube の配信を行っています。その結果、登録者数が増えてしまい、現役 JK として活動していると言っています。メムチョはいちごプロダクションに所属しており、新生 B 小町のネットプロデュースを手掛けています。また、知り合いのプロデューサーとのコネクションも活用しており、幅広い活動を展開しています。彼女の演技経験に関する描写は特にないものの、若者特有の会話をすることでアクアをダルクさせるなど、アイドル役を演じることができるようです。彼女は星野アクアとの関係が非常に深く、彼女をめぐる三角関係において重要な存在となっています。メムチョの脱退や死亡の可能性について考察する。メムチョが B 小町を脱退する可能性や死亡する可能性について考察してみましょう。原作117話において B 小町のメンバーである有馬かなが脱退を発表しました。これにより B 小町はルビーとメムチョの2人だけとなることが明らかになりました。しかしメムチョが脱退する可能性は低いと考えられます。彼女が脱退した場合グループは自然消滅となってしまうため、しばらくは彼女がグループに残ると予想されます。むしろかなの脱退によって生じた穴を埋めるために新しいメンバーが加入する可能性の方が高いでしょう。ルビーはメンバーを増やすことに積極的であり、勧誘活動も積極的に行っています。そのため、すでに登場しているキャラクターが B 小町のメンバーになる可能性もあります。メムチョが死亡する可能性について考えると、現時点では低いと言えます。彼女は茜のように真相を知りすぎているわけではなく、神木光との接点も特にありません。しかし、彼女は B 小町のメンバーであり、ルビーとアクアとも関係が深いため、何かしらの危険に巻き込まれる可能性はあります。映画、15年の嘘の想定キャストとしても上がっており、出演する可能性も高いです。そのため、彼女は神木光に認識されることになるかもしれません。
メムチョの実年齢と年齢詐称について、メムチョの実年齢と年齢詐称について詳しく見ていきましょう。メムチョは自称18歳の女子高生 YouTuber として活動していますが、実際の年齢は25歳です。彼女は23歳の時に現役 JK として TikTok や YouTube の配信を開始しましたが、予想以上に登録者数が増えてしまい、年齢を詐称することになりました。彼女の幼い外見と中身のギャップによって、年齢詐称が信じられないほど自然に感じられます。アイドルになってからもその可愛らしさは健在であり、多くのファンを魅了しています。しかし、メムチョは苦労人でもあります。彼女は母子家庭で育ち、母親が倒れた後は弟2人を大学まで行かせるために一生懸命働いていました。そのため、アイドル活動を一時的に諦めて働いていた時期があります。23歳になった彼女はアイドルオーディションに応募することもできず、行き場を失った情熱を抱えて YouTuber として活動することになりました。メムチョの本名について、メムチョは実は未だに本名が明かされておらず、謎が多く残っているキャラクターです。ヤングジャンプにて最新話126話でもメムチョの過去の話が掲載されていましたが、本名の部分にはモザイクがかかっていました。このことからメムチョの本名には何かしら重要な要素が隠されているのではないかな、と思っています。また、メムチョの母親については語られていますが、父親については一切触れられていません。母子家庭であったことしか明かされておらず、父親はすでに死んでいるのか、離婚によっていなくなってしまったのかも定かではありません。このことからメムチョの下の名前だけでなく名字に関しても何か伏線が隠されていそうですね。ただ、物語の重要な伏線というよりは、同じ世界線であるかぐや様とのつながりを示唆するようなものではないのかな、と思います。メムチョの魅力について。メムチョの魅力について詳しく見ていきましょう。彼女の一番の魅力は、可愛らしい容姿とキュートなキャラクターです。小柄でありながら元気いっぱいのパフォーマンスは、多くの人を魅了しています。また、彼女のセルフプロモーション力も非常に高く、YouTube や TikTok での活動で多くのファンを獲得しています。彼女の配信には37万人の登録者がおり、TikTok のフォロワー数も 638K という驚異的な数字を誇っています。メムチョは苦労人でもあります。家庭の事情からアイドル活動を諦め、弟たちのために働きながら生活していました。しかし、再びアイドルを目指すことになり、YouTube や TikTok での配信を通じて活動しています。彼女の情熱と努力は多くの人に感銘を与えており、ファンからの支持も熱いです。まとめ。メムチョメムチョは、赤坂赤先生が手掛ける漫画、推しの子に登場する YouTuber であり、インフルエンサーでもあります。彼女の実年齢は25歳であり、自称高校3年生として活動しています。彼女はかつてアイドルになることを夢見ていましたが、家庭の事情からその夢を一時諦めていました。しかし、後に新生アイドルグループ、ビーコマチに加入し、YouTube や TikTok での活動を通じて幅広いファンを魅了しています。